曲は同じく41秒45です。予選は4組行われ、各組1着までと記録上位4名が明日の決勝に進みます。 300m ハードルは前回の鹿児島国体で初めて正式種目として実施されました。短距離の強化や意識改革を目的とし、陸上のオリンピック種目ではない 300m と 300m ハードルを国体で実施することになりました。注目選手はインターハイで 400m と 400m ハードルの2冠を達成した北海道の畠山智美が1組に登場。同じく1組には4レーンに U20 世界選手権日本代表の矢島亜希、埼玉が出場します。他にもインターハイ入賞者が多く出場する少年女子 A300m ハードル予選、まもなくスタートです。
フィニッシュタイマーには41秒43が表示されています。 U20 日本記録の誕生です。おめでとうございます。早川宮崎42秒81。少年男子共通走り高跳び決勝、選手を紹介します。タチカイト群馬、笹原幸喜山形、高橋雄心山口、清水レオ東京、岡本空富山、稲垣光生石川、渡辺春人鳥取、岩見大也栃木。少年女子 300m ハードル予選4組。